滋賀県八坂に。地元で採れたものを世の中の人に食べてもらう。テーマは地産地消。間違った。地産地消じゃなくて地産余消。そしてその食材は忍ぶネギ。こんにちは、近畿農政局滋賀県拠点の石田と言います。今日はこんな格好で申し訳ございません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの田中さんは、JA 効果のブランド野菜しのぶシリーズの一つであるしのぶネギを生産されているということを高橋店長からお聞きしましたので、本日、訪問させていただきました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、しのぶネギを生産しています田中です。しのぶネギは一般的なネギよりも倍の250日育てて直売所などに出荷して、まずは補助を見ていただきましょう。ありがとうございます。これがしのぶネギなんですね。はい。さすがに立派な大きいネギですね。全然違いますね。大変立派に育っていますね。今年は天候もよく非常に出来上がりがよくなってます。あの先日ね、田中さんが作られたしのぶネギを花江海地さんで購入してね、はい、で料理して食べてみたんですけど、とても甘くて、美味しかったんですが、何か生産の秘訣っていうのはありますかね。はい、ありがとうございます。今年は本当に天候もよく非常によく出来上がっています。そしてしのぶネギにはいろんな掟がございまして、生産者皆が統一して作っていることから非常に太く甘く出来上がっています。今おっしゃいましたけど、掟とか、はい、それから心得というのがあるんですよね。はい。まあ、ものすごい厳格な掟と心得により管理されてるんですね。はい。結構手間なんですけども、何回も何回も土を寄せて、白い部分が長く25センチ以上できるように皆さんで心がけるようにしています。しのぶネギ以外にも、はい、しのぶシリーズの野菜を作られていらっしゃるんですかね。はい、いろんなしのぶシリーズがございまして、私は他に人参とかピーマンとかいろんなものを栽培して出荷しています。人参ですね。はい。大変ぶしつけな質問で申し訳ないんですけれども、はい、このしのぶシリーズの野菜の生産について収益はどれぐらいあるんですかね。はい、具体的なことをちょっと申せませんが、しのぶシリーズの中でもしのぶネギはかなり収益性があって、皆さん生産者の皆さんも本当に喜んでいただいています。
本日は大変お忙しいところ、わざわざ現場まで来ていただいてありがとうございます。これからも美味しいしのぶシリーズの野菜を、作り続けてください。本日は本当に大変ありがとうございました。ありがとうございます。はい、というわけでまたまた戻ってきました。イエーイ、パンパッパフー。ところでしのぶネギの生産者から生産のこだわりや秘訣、それを聞けたので、やっとこのしのぶネギ企画も終わりだね。何言ってんの、なんか忘れていない？え、何って？僕たちが作ったオリジナルしのぶネギ料理を世の中の人に食べてもらう企画があったじゃない？そうだったそうだった、忘れていたよ。そうそう、その様子を見てもらわないと。というわけでその様子も VTR でどうぞ。それでは調理場を提供していただきましたココピアの店長さんと、職員の方に我々が考案したしのぶネギオリジナル創作料理を試食していただきます。どうぞよろしくお願いいたします。で、感想を一言ずついただければ幸いです。よろしくお願いします。定番ですね。すごい中のジュルッと出てくるねっとりしたところがすごい甘くて美味しいです。お肉と一緒に、お肉と抜群に合いますね、うんうん、甘みもあって歯ごたえもあってすごいお肉の味を引き立ててくれます、ネギが。ジューシーで甘くてすごい美味しいです。そしてお二人には美味しい順番に番号をつけていただきました。いや、このオリジナル白身料理なかなか好評やったよ。本当にこんなに評価を受けるなんてびっくり。当拠点の職員が一番おいしいと感じたオリジナルしのぶネギ料理はしのぶネギのチーズポン酢だったけれど、しのぶネギフライもなかなかの高評価だったね。うん、これで生産者の方が厳格な管理で真心を込めて生産されているしのぶネギが本当においしいということが分かったね。本当はもっとたくさんの人々に食べてもらうとよかったんだけどね。そうやね。でもとりあえず地元滋賀県の採れたものを世の中に人に食べてもらおうとした地産予消企画はこれで完了だね。まあとりあえずはね、まだまだ足りないところはあるけれど、それはまた次の機会で。滋賀県拠点からの第2弾配信をご期待もらうしかないか。あればね、あるかな。
さて、今まで当滋賀県拠点からのバズマフ発信、滋賀県や境にをご覧いただき本当にありがとうございました。何分素人集団が作成した YouTube 発信企画でしたので、お見苦しい点も多々あったかと思いますが、ご容赦くださいね。ただご視聴いただいた皆さんにお断りがあります。しのぶねぎの生産は3月上旬まででしたので、この動画を見てしのぶねぎが欲しいと思われた方には大変申し訳ありませんが、次の冬までお待ちいただくことになりますことをご了承ください。ただ美味しいことは間違いないので、次の冬に販売されたらぜひご賞味くださいね。それではこれで滋賀県拠点からのバズマフ発信、滋賀県や境には一旦終了します。今までお付き合いいただき大変ありがとうございました。また次回ももしかしたら別の直売所を訪問して、滋賀県の珍しい野菜や果実などをご紹介するかもしれません。その際にはまたお付き合いよろしくね。今までご視聴本当にありがとうございました。最後にご視聴いただいた皆さんにクイズです。さて、計7回の配信で忍者は何回出てきたでしょうか。確認しながらまた見ていただければありがたいです。ではまたね。美味しゅうございます。